はいどうも、アニマルパテマソでございます。というわけでちょっと今回は残念なお知らせでございます。こちらの水槽を見てもらったら分かると思うんですけども、ゴルバチョフがいません。はい、朝の時点では元気にいっぱい普通に餌食べてたんですけども、先ほど夕方前に見るとひっくり返って浮いてました。でもう確認した時には無心でました。でなんかいろいろ病気なんかなとかとも思ったんですけども、別に見た外から見た感じ何の、はい、外傷とか症状もなく、もう原因全然わからない状況で、いやー何なんだろう。いや本当にね、こんなの初めてです。いきなり死んでました。朝泳いでたのに夕方のさっき確認したらもう今、16時なんですけども、3時半ぐらいに15時半ぐらいに確認したら死んでいました。もう一匹のアリの方は普通に元気にしているんで、水がどうとかそういうのではないとは思うんですけども、いや本当にね、何が原因かわからないんですけど突然死と、いう感じで、はい、行っちゃいました。で本当ね、色もコロコロっと変わってきててね、楽しみなね金魚だったんですけども、こんな急に死んじゃうこともあるんだなというね、ちょっと驚きました。まあとりあえず今はアリしかもういないんですけども、まあ一旦ちょっとこのまんまアリ1匹で飼育して、まあ、ちょっとまあね、いやもう60センチのねハイタイプに、まあ、大きい水槽手に入れたらね、60センチのハイタイプの水槽に移してまた2匹ぐらい増やそうかななんてねいう構想をこの間喋ってたとこのこれなんで、なんだか非常に残念です。はい、まあゴルバチョフ、はい、行っちゃいました。もっと大きくね、長生きさせてやりたかったんですけども、何だったんかなっていうね、はい、というわけでまあゴルバチョフがいなくなったと、死んじゃってましたという、はい、ご報告でございました。アニマルパテマソでございました。